ようございます。宮崎出身プロスノーボーダーのちびかなです。今日は8月の9日日曜日お昼12時前となってます。満潮からこれから聞いていくんですけれども、前回の動画で入ったとこの近くで今日も入ってます。波が今のとこはまだメンツルの波数が少ない、ちょっと軽い感じです。シュワーって感じの軽い波です。ここはぼちぼち入ってます。サイズがね、腰腹ぐらい。もうめちゃくちゃ暑いです。今日夏日和だね。夏日和、海日和ジリジリしてます。めっちゃ人も夏って感じだね。水着で入ってる人ばっかだ ね。でも意外と水温が冷たい。だから母ちゃんは今日もウェットで入るの。うん、そう。でこれからね、南西が吹いてちょっとコンディション悪くなりそうなんで、急いで入っていこうと思います。じゃあその前に今日の目標は、今日の目標は成功して前に乗る。スピード感のあるサーフィンをしたいね。スピード感のあるサーフィンです。でもタルタルだからできるかな。タルタルでスピード感のあるサーフィンできたらプロじゃん。プロだね。今日も頑張って入っていこうと思います。頑張ってください。頑張ります。レッツサーフィン。ダサいね。
れ様でした。お疲れ様でしたね。今日のメインはゲットでしたね。メインはゲットですね。ちょっと波数あるとしんどい。なんでかっていうと、最近波数の多い場所で入ってないから、波ちっちゃいし、ずっとこの波ばっかだったから。昨日もそうだし、今日もそうなんだけど、ゲットでマジ死にそうな思いをしている。多分見てる側はそんなって思うかもしれんけど、結構引き返す勢い、これはマジでもう上がろっかなって感じ。本当に折れてる。だってさ、ドルフィン何回か連続でしてるのにさ、進んでないんだもん。あれみたいな、また足つくじゃんここ後ろ見たら全然進んでない。特にあるのがちょっと足ギリギリつくかつかんかみたいなところで、波ガンガン来ると、あ、ちちびだから足が届かないんですよ。みんなの言う歩いていけるところが届かなくて、こう乗るじゃん、ドルフィンするしかないじゃん。でもさ、なんか浅いからさ、言ってもこうなんか巻き上げてくるのか知らんけど、ドルフィンが聞きにくいじゃんね。一応ドルフィンやっとるけど、押し戻されて、その繰り返し。身長小さいあるあるですね。マジあるある。別に君を求めてないけど。で、動画撮ったのが40分か50分ぐらい、2時間以内なんです。乗ったのかな、本かな、3本ぐらい。波は結構良かったんですけど、浮力ある板を乗ってる人が結構多くて、速い板が多くて、ちょっとしんどかったっすね。加点はね、加点早いもん。コナミ用ボードが1枚あるといいんだけどね。これがみんなショートとかだったら、もうちょっと慣れたかもしれない。ちょっと人が多かったですね。人が多かった。波数が少ない割に人が多いところを選んでしまって、ちょっと今後気をつけたいと思いました。ポイント選択ミスでしたね。そうだね、久しぶりにこんなに落ち込んだわ。波いいのに全然乗れんって、ちょっと悔しくない？悔しいね。落ち込んだ動画ということで。そうですね、落ち込んだ悔しいワンラウンドになりました。そんな感じで今日の動画は終わっていきます。共感できる方、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。